ダッシュでございます。どうも、武田でございます。刻んでいこうぜ。んテクテクテク、なんだこのマンホールみたいなやつ。よいしょ、フワンフワン、なんだワープ。すいません、なんでもないです。俺今ね、耐えらんなくなっちゃった。耐えらんなくなっちゃったテイク2やあるぞ。テイク2やっていい、やってもらってもいいんだけど、うん、多分そこで僕聞いてても最長です今のは。最長です。長かったりました。あ、こういうのもあるんだ。刻んでいこうぜ。テクテクテク、んなんだこのマンホールみたいなの。よし乗ってみよう。ほいほわんほわん、なんだただのワープホールか。地獄くんも皆さん来てもらってます。ありがとうございます。お願いします。この動画ね、あの駅伝の動画です。ありがとうございます。チャムゲもらう。チャムゲ、あ、いいですか。じゃあはい、チャムゲ YouTube、カメラ大地です。ありがとうございます。お願いします。すごい挨拶がコンパクトはい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになってまして、全日本大学駅伝クイズ。撮影の前に春田さんのチャンネルの方でもね、我々出演させていただいたんですけど、OB 対決ということで、はい、めちゃくちゃ面白い動画が撮影してますので、ぜひそちらもチェックしてください。我々の方では全日本大学駅伝が、はい、もう始まってんのか、はい、もしかしたら終わってるか。終わってる。いや、そこは編集編集絶対これ前にやった方がと思いますから、ぜひ前に出してほしいです。もしかしたらあのテロップ1個も入ってないかもしれない駅伝がありますので、はい、それにちなんだクイズを後ろにいるお二方に考えてきてもらっておりますので、そちらをこの3人で答えていくという対決になります。じゃあ僕 VS じゃなくて、もう3人、3人、そうです、はい、これはあの僕が勝った場合、はい、何か TKD プロジェクトがプレゼントがあるんですか。いや、もうよく言ってくれました。今回あります。あります。なんと今回1位、はい、取れた方、はい、めっちゃ偉いですそれプラス全日本大学駅伝観戦の時にどうやってもいいです。どうやってもいいです。偉い王がもらえる。そうです、そうです。多分気は今ので引き締まったと思うんではい、じゃあ早速気合入れていきます。やっていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。ダッシュでいこうぜ。第1問からいきましょう。はい、昨年の優勝校はどこでしょう。全日本駅伝、全日本大学駅伝、全日本昨年の優勝校。これ多分分かんないと思うこれがあれ何書く。もう書きます。書く。超簡単問題です。質問もなし。質問というか、あのヒントみたいな。1回まで、1人1回まで見せましょう。こんなんヒントないってこれどうぞ。いきます。国学院大学。国学院は優勝したことない。そうだろ。出雲しか勝ったことない。でもさ、出雲勝ったの最近じゃないですか。そうですよ。うわ、国学院じゃないのかよ。もう分かっちゃったじゃん。どの記憶で言ったの。ちょっと出雲と被ったんですか。そう、どれかどれか分かんないんで。出雲と被ってんだったら脳みそ腐っとんか。お前も迷ってたから。駒沢大学。駒沢大学。今年が駒沢はその前東京国際なんで、その前です。あ、しかも東京国際だじゃん、はい、俺いいじゃあ間違ったわ。ボロボロ。ダッシュで行こうぜ。第2問いいですか。じゃあお願いします。はい、はい、今年の大会は第何回大会でしょうか。知るかよそれは分からんて。何回以上。じゃあ去年は何回大会小学生の問題ないから小1の問題ない。せいさん三択にしてください。三択で。三択で。そんなわかんないですか。わかんない。なんで何そんな。だから今そういう目線で考えてるからわかるけど、第何回は多分今回走る選手もわからんと思う。じゃあ三択でいきます。神さん、ぶち切れてんじゃん。なんか部活がなんか絶対怒るよみたいな感じで、絶対わかんないから。あ、タブケ入る。62回。はい。37回。3が54回。え、100いってないんだ。今の遊ばせ方ちょっと俺で、嫌だな今の。なんか54で今考えた風で言ったでしょ。なんとなく何回ぐらいかなっていうイメージあったんですよ。深いことを信じましょう。じゃあこれみんな一斉のでいきましょうか。じゃあ回答オープン。1番出せ。あ、僕54回だ。えやばいぞ。俺1番だから一緒一緒。正解は54回。はい、僕なんとなく自分が出てた時が40代だったって覚えてるんですよ。わ、すごいわそれ。だからあの54だなって思いました。そう、せいやさん今の54回っていやらしいっす。いやらしい。学ばされたわ。2問1問でもね、はい、しかもこれから難しいんだでしょ。いや、わかんない。ふざけんなよ。ダッシュでいこうぜ。
全日本大学駅伝全8区間、はい、距離は全長何キロでしょうか。何点何まで当てないとダメでしょう。何点何までにしてほしい。じゃあ何点何までで、いいですか。何点何まで、俺何点何まで当てる自信あるな。じゃあ、ゆしきさんとこれね、114.2キロ。105キロ。いいところで笑ってんの。105.0 ですか。いや、さっきカメラさん105って言ってたんですよね、確か。嘘だ。これさ、あったやつすごいじゃん。箱根の半分だよ、本当にちょうど。あ、そうだ、ね、うん。これなんだろう。106.8キロ。うわあ、なんで5と6間違ったんだ俺。正解は、はい、106.8キロ。でしょ。すげえ。すごくないですか。すげえ。自信あったんじゃないですか。僕、あ、自信ありました。106っていうのはもう自信だったんですけど、はい、.8 はもう、あの音で覚えてた感じです。関係ラッパーみたいな感じだ。音で、うん、解説とかがよく全長何キロとか、はい、あとはそのテレビの特集とかで、はい、出雲は何キロとか箱根は何キロっていう時に、はい、106.8 みたいな音で、まあ、ちょっと待ってください。神谷さんって出場経験のいっぱいあると思うんですけど、でも話す方の仕事も結構あるじゃないですか。はい。全日本はありますか、経験。あ、あります、あります。解説もしたことあります。俺は全問正解答えないと仕事出してね。そうするからね。これで今後来なくなるかも。確かに。この動画がこの動画でね。ダッシュで行こうぜ。次第4問です。やばい、すごい。神谷さんでも、でも今全問正解。すごいすごいすごい。0ポイント、3ポイント、1ポイントです。ちゃんとけむかすかのうちに。東洋大学出身の通算優勝回数は何回でしょう。東洋大学、東洋大学の通算優勝回数は何回でしょう。え、全日本、全日本大学行くね。どうですか、皆さん自信あります。まあ、あります。じゃあ一戦の意見、はい、正解をオープン。1回。1回。うお、だから僕は4年の時だけですもん。あの時に初優勝って言ってて、柏原さんの時も、あの設楽さんの時もずっと勝てなくて、やっと勝ったって言って、その後勝ってる覚えないんで。そう、答えお願いします。答えは1回です。イエーイ、よかった。やべえ、これは外せないな。これは外せない。神谷さん全問正解が、やばいな。ダッシュで行こうぜ。じゃあ第5問、青山学院大学の通算優勝回数は何回でしょう。いやー、難しい。これは いや、ちょっと待って。これ、カメさん外したでしょ。確かにな。意識がガチだと。おかしいよ、お前。じゃあ、当てたいもん。じゃあ、先に、OK ですか。いや、もう、はい。かけ足。じゃあ、ヨシキさんから。3。おー、僕も一緒です。3。いや、本当は4にしてたんだよ、最初。ちょっとこれ、あ、僕あんま自信ないっす。自信ないですか。自信ないっすけど、なんとなく、なんとなく、2! え、で、まあ、意識の時があるんですよ。で、僕最初1だと思ったんですけど、梶谷がアンカーの時に、確か優勝してんすよ。っていうのがポンってなんか思い浮かんで。正解は2回です。うわー、でも梶谷じゃない、梶谷じゃない、なんか森田世代です。森田と梶谷とかの世代です。青学君ですら2回なんだ。そうそう、監督はこうなんだから。そうですね、確かに。素人だって YOSHIKI さんも4回と迷ったってました。そう、4だと思ってた。めっちゃ勝ってるイメージあるよね、やっぱりね。マジで全日本は駒澤が勝ってるんですよ。駒澤、確かに。5問連続じゃないですか。5問連続です。最初僕1回にしました。さすがコメンテーター。確かに。普段瀬古さん一問答えられないです。やばっ、やばっ、やばっ。あのさ、セキュラルしよう。それさ、それ見たいね、それ。瀬古さん、お前適当なこと言ってたな、みたいな。それは、超おもろい。ダッシュで行こうぜ。出場回数が多い大学、3位は大東文化大学、2位は日本体育大学、1位はどこでしょう。むずいな、これな。出場回数、出場回数、これはね、武田さん、そんな即答で書いてるんですか。いや、違う違う、もう感覚、もう過去の感覚。俺も感覚で今書きました。俺、ヨスキーさんとちょっと見えちゃったんだけど、いい答えだなと思った。あ、本当。感覚ですよ。中央。え、やっぱ、そうなの。僕も中央。おお、すごい、忘れた感じしちゃう。あー、迷ったとこで言うと、日大です。え、なんでそんな、なんでそんな忘れてダメなんですか。いや、早稲田とかじゃないっす。これは早稲田ってのマジおもろい。確かにこれは早稲田っちゃおもろい。これは間違う。答えいきます。答えいいですか。答えは京都産業大学です。はい、一緒。俺と無理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 
なみに48回、2位が日本体育大学は43回、3位の大東文化大学は42回、その次は日大で41回、中央大学はちなみに35回で青い6位、それで言ったら青学なんてまだ多分11回とかそのぐらいでしょ。第7問いきましょう。ダッシュで行こうぜ。第47回大会、東洋大学初優勝、この時の MVP は誰でしょう。概要欄でカメラ大地の動画を一回見てきてもってほしい。今まででも MVP でしょ。うん、区間賞取ったって僕ですね、さっきの下りのまんま。それ YOSHIKI さんの MVP じゃなくて、いや、どっからどう見ても穴走りは MVP だ。僕から言っていいですか。はい、ゆうまさん。おお、口待ち。本当に口待ちなの。俺も口待ち。本当に口待ちだ。いやだから本当にあの時の口待ちはもうバケモンだったし、この力走があったから東洋は優勝したと思う。なんか表彰式の時に口待ちってなった時にハッハッハッみたいになった覚えがある。すげえ。展開式の時に、はい、正解は口待ちくんです。ちなみにこの時3区で区間2位は田村和樹。田村和樹に勝っての区間賞。西山雄介にも勝ってる。マジですごくセリフマラソン代表にしやっぱり駅伝のやっぱトップでもらって、自分のこうリズムでこう走れた時のハマった時の脅威さ分かるよね。うんうん、似てるでしょ。似てる。そんな感じですか。ですか。いや、いいけど。うん、いいよ。うん、これ次行きましょう。ダッシュで行こうぜ。過去4連覇をした大学が3大学あります。駒澤大学、大東文化大学、もう一大学はどこでしょう。4連覇。4連覇一斉までいきましょう。はい、せーの。中央、日大、早稲田。お、バラバラ。おお、面白い。なんで私みんな2人ともさっき中央リスペクトしてたのに。周年で優勝してるイメージはあんまね。いや、マジ勉強になるな。勉強になりますね、これ。4連覇でしょ。回答お願いします。正解は早稲田大学。すげー、すげー。マジか。早稲田4連覇いつ。早稲田もう、あのさっきの出場回数の話も。そう、俺の感覚マジで。そっちのつながりでちょっと今その話なんで。24回から27回大会で渡辺さん映像めっちゃ使われますもん、アンカーで。大逆転。さっきね、今カメラさんもおっしゃってくれたけどさ、さっきの出場回数で早稲田っていう頭が、ほら間違ってなかった。間違ってなかった。間違ってない。最終問題ダッシュでいこうぜ。174174。最後1問は100点。いや結構少ないね。でもこれは結構答えれるかもしれない。しかも結構少ないね。少ない。100点だと結構逆転できる。いや、できる。結構少ない。いつも 2K とかさ、確かにもらってるから少なく感じた。じゃあ 2K でいきます。そういう問題じゃねえっていう。これはもう皆さんにとってサービス問題です。はい、第45回全日本大学駅伝8区青山学院大学走者高橋走士、区間順位は何位でしょう。無理それ無理、勘じゃん、勘。じゃあ最後なの。でも俺なんとなく覚えてるかもしれない。なんとなくかな。なんとなく覚えてる。だからソシさんシード取ったんですよ。青学初シードアンカーで。あ、そう。取ってくれたんですよ。オムワンバに、山梨のオムワンバに抜かれたのに、前から奥からの大学が落ちてきて、棚本シード取ったんですよ。本当はソシさん6番でもらってたのに、山梨に抜かれたから7位になったんですよ。で、その時6番までがシードだったんで、あのシード圏外かーってなったら、奥からの大学がめちゃくちゃこう落ちてきて、で、抜いて、最後に1キロぐらい抜いたんですよ。で、初シードです、青学。11秒差です。ちなみに、その時抜いたのは大東文化大学。あ、そうか、大東か。じゃあ行きましょうか。一斉のでいこう。はい、一斉ので、3、8、11。そんなに下なの。そんなに下なの。8。8はありそう。そんなに下なの。でも、まあ、あの3は絶対ないんですよ。で、11もないんですよ。ない。って考えると、まあ、あの優勝は僕は決まってるんですけど、僕が当たってるかどうかだけです。11もないし、8もないですよ。じゃあ5にさせてください。じゃあいいっす、5で。5にしよう。5でいいですか。5もないっす。僕のイメージだと8か10とかなイメージだった。3のところで。じゃあ2点
点になってる。何のあがきですか。正解は10位です。うわー、夏の前8か10かって言ったの。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK です。うわー、マジか、俺も10迷ったんよ。8か10か迷った。やば、11ではないですよ。8か10だったんですよ、ほんとに。俺もね、10と迷ったの。これ、10にしちゃったらよかったうわーマジか、当ててほしかったなー、2人には。3も5も絶対ないないです。8か10なんですよ。で、ソウさんの7とか9っていう数字もなかったんで。10番かー、なのになんかヒーローみたいになってたけどね。あの、結果発表もう一回いいですか。僕が1点で、カメラさんが7点、ユキさんが4点、ということで今回全日本第1回クイズ優勝はカメラさんです。追いつけないね、無理だったね。僕は沿道で応援してました。いや、まあまあ、でも本当に難しいと思うところもあれば、なんか微妙だなっていうところも、多分詳しい方でもあったと思うので、見て全日本を応援してほしいなと、はい、思います。カメさん、今日ありがとうございました。あ、めちゃくちゃ楽しかったです。めっちゃ面白かったです。スタッフの皆さんもありがとうございました。あ、本当に。頼むけ、次今度ここにいるように。ということで、今回は全日本当日どうやれる&神の大地は偉いと言っていました。ありがとうございました。偉いをいただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。